競輪とオートレースの売り上げの一部およそ5200万円が県内の学校や社会福祉法人などに交付されました。競輪やオートレースを取り仕切る公益財団法人 JKA は社会の課題解決に役立ててもらおうと1949年度から売り上げの一部でさまざまな団体を支援しています。今年度は全国で1012件が選ばれ、県内では10団体に合わせておよそ5200万円が交付されました。高知市で行われた交付式には選手たちも参加。 SDGs に貢献する研究や福祉施設の送迎車などさまざまな分野が選ばれていて、このうち高知市の南海中学校は南海トラフ地震対策として避難訓練や備品の整備を行い、地域全体での防災意識、対応力の向上を目指すということです。学校の予算だけではなかなか十分なことができないので、これを機会にたくさんの人に、地域の方に参加していただいて、私の中学校区の皆さんが防災意識を高めてしていただきたいなと思っています。いざ今日参加させてもらって、たくさんの事業の方がいらっしゃってて、いろんな研究だったり社会貢献だったり、いろんなところに使われてるんだなと思って、本当に誇らしく思える、時間でした。これからも補助事業を続けていく JKA はレースに託された思いを地域や社会の課題解決につなげていきたいとしています。